ぜひですね、岩田市大学で一緒に勉強してまいりましょう。よろしくお願いします。 こんばんは、ヨタですえ。今日取り上げてみたいのはですね、やはり総選挙ですね。総選挙特集というふうに書きましたけれども、え今回ですね、注目してみたいのは2つの論点ですで。2つの論点でどこかと言ったらですね、この2つ、安倍総理の発言と福島処理水についてなんですが、この問題についてですね、 あまり、えーまあ、新聞では若干取り上げられてるんですけれども、テレビ等々ではですね、やっぱり深掘りなされていないというふうに思います。で、今回の総選挙ですね、見ていても、 あまりですね、あの、テレビの方ではですね、まあ、たまたまちょっと見てたんですけど、昨日 NHK とか見たんですけど、あんまりですね、深くこの問題について語ってない。あるいはですね、表面的な公約とかね、そういったところにばっかり囚われていてですね、本質的な議論っていうのがなされていない。まあ、今、テレビ離れが進むというのはですね、もうこれ当然だろうというふうに思いますね。あの、たまたま昨日はですね、早く帰ってきて、テレビ見たんですけど、 って、見、見たんじゃないですね。つけたんですけど、あの、見るべきものはないんですよ、何にもね。なんか、あの、芸能人が、ギャーギャーギャー騒いでたりですね。あるいはなんか、あの、スポーツやってたりですね。まあ、スポーツ好きな人は見たらいいけれども、私はスポーツも嫌いだから、見ないし。 そうするとね、見るものないんですよ。NHK ぐらいしかないんだけどね、NHK 見ててもね、深く突っ込んでいくっていうのはないですね。だからそういうことを考えてみると、国民がテレビ離れをしてるというのはね、これは当たり前だろうというふうに思います。今皆さんどうやってこの YouTube ご覧になってますかテレビで結構ご覧になってる方は多いでしょ で、今ね、もうね、テレビは普通テレビを見るために買うんですよ。でも今もうテレビはですね、テレビを見るために買うんじゃなくて、YouTube 見たりですね、Netflix 見たりですね、そういったの見る、Amazon プライム見たりですね、そういったの見るために買うですね、受信機という風になってる。で、面白いのがですね、電化製品売ってるところに行くと、このテレビコーナーでですよ、テレビ、このテレビいいですよ、とかじゃないんですよ。今何て言ってるかって言ったら、これ、テレビもう見られますよ、って。 もうテレビもって付属はテレビなんですよ。要するに YouTube とかそういうの見るのがメインで、テレビも見られますよ、というふうなね、言ってると。まあこういう時代になってると。ますでもそれはね、あの、なんていうのかな。 仕方ないと思いますよ。あんなくだらない番組ばっかりやってて、見てる方がおかしいと思います、私は。だって、何が楽しいんですか芸能人とかがですね、わからない話しててね、いやーとか笑ってですね、面白くもなんともないんですよ。そんなところで笑ってて、なあれはなんかこう、なんか、どこが笑えばいいのかっていうのをこう真剣に悩みながら見る番組なのかなとかね、思ってしまうぐらいバカバカしいというふうに思いますね。 で、こんな歌りました。で、歌のね、番組とかだと見てたって、ね、面白くないでしょで、それ自分が好きな歌 YouTube にあったらそっちの方を見た方がいいじゃないですか。それで考えてみると、やっぱもう、テレビの時代っていうのは終わりつつある。で、テレビの時代が終わりつつある一つがですね、この選挙の時の,、ね、あのやり方もつまらないというふうに私は思います。こんなやり方してたらダメでしょうね。 で、二つの論点です。で、一つはですね、えー、このあ安倍元総理の発言ということですが、今ですね、一番人気のある、自民党で一番人気だというふうに言われている、この論客というかですね、応援弁士は誰かと言ったら、やっぱり高市さないさんがそういう人気なんですね。高市さないさんもだから全国で引っ張りだこであります。で、それからね、やっぱりね、あと二人の元総理経験者がすごい人気だって言うんですよ。それはやっぱり安倍元総理とですね、麻生さんなんですね。 で、麻生さんは、やっぱり麻生派ですから、で、自分の派閥のところに手こ入れして回ってるわけですけれども、まあ、元気ですね。81歳のおじいさんが全国回ってる、飛び回ってるわけです。実はあの、二階幹事長と麻生さんって1個か2個ぐらいしか年違わないんですよね。麻生さんって若く見えますよね。なんかよくわからないですけどね。 で、もう一人があ、安倍元総理ですね。やっぱり、安倍元総理があ、例えばどっか来たって言ったら見に行きたくなるでしょう、皆さん。で、そういうことでね、あの、すごい人気あるんですが、それが、横浜でですね、これは、えー、多分あの、松本さんのことを多めにし、しに行かれたんだと思いますけれども、えー、こんなことを発言してます。これは朝日新聞です。日米同盟は廃止。そして自衛隊は憲法違反。これが共産党の基本的な政策だ。 その共産党の力を借りて立憲民主党が政権を取れば日米同盟の信頼関係が失われてしまうのは間違いない。もっとも立憲民主党は安倍政権で作った集団的自衛権行使を一部容認した平和安全法制を廃止すると言っている。この平和安全法制によって日米は強い同盟になった。それを廃止してしまってはせっかく助け合えるようになったのに助け合えない同盟になってしまう。そうなれば日米同盟はその瞬間に終わりを迎えてしまう。方向はむしろ逆だ。 北朝鮮が新たな、えー、新たなミサイルを開発し、脅威が増している。あるいは中国が軍事力を背景に、尖閣や台湾、南シナ海で一方的な現状変更の試みをする中においては、日米同盟を強化していくことが求められている。ですから、私たちは絶対に負けるわけにはいかない。という発言なんですね。これ、全く正論だと私は思いますね、えー。日米同盟は廃止。そして自衛隊は憲法違反。これが共産党の基本的な政策だと。と これ何にもす言ってないです。本当に、C さんたちが言っていることをそのまま言ってるんです。まあ、プラスして言わせてもらうと、天皇の問題についても言ってますね。天皇っていうのは、成熟した民主主義社会にはふさわしくないんだと。だから、天皇というものは、 民主主義が成熟してきたならば、これは自動的になくなる。昔のようにですね、天皇制廃止という言葉は言わなくなったけれども、時間の流れとともに天皇なんていうものはいなくなるというのが共産党の基本的な方針です。この三つが共産党の基本的な方針です。で、そのうちの安保に関して言うならば、日米同盟廃止。そして自衛隊は憲法違反。これは明確に言ってるわけですね。 で、日米同盟と自衛隊についてはちょっと分けてます。彼らは自分たちが政権を取ったら日米同盟は直ちに廃止するんだと。で、自衛隊については直ちには廃止しないと。おかしいですね。憲法違反のものを直ちに廃止しないっていうことは立憲主義に反するんですよ。え、憲法違反の存在があってはならないっていうふうに考えるのが立憲主義ですから。そうやって考えるとですね、共産党は自分たちは立憲主義を破壊しますと。 っていうふうなことを宣言してるわけです。え、だってそうでしょえ、立憲主義を守るんなら憲法を守らなくちゃいけない。で、憲法上の規定によって自衛隊っていうものは違憲であるというふうにするんなら、違憲の存在を認めてしまったら、立憲主義を破壊することになるわけですね。で、じゃあ共産党はなんて主張してるかって言ったら、え、本来は違憲の存在であると。自衛隊は。だけど、国民がまだ自衛隊がないと怖いと思ってると。これもね、これまた国民を愚弄してるわけですよ。国民はわかってないと。 この自衛隊なんかないと怖いぞと思ってると。だからその間においては自衛隊は存続させてやると。 その間、地震が起ころうが何やろうが、お前たち行ってこいと。ま、あこういうことですよ。え、ただ、えー、時間をかけて納得したら自衛隊がいらなくなるよということが理解がされたら、自衛隊を廃止しますと言ってるんですね。こんなにね、国民を馬鹿にし、自衛隊を馬鹿にするような議論ってないと思いますよ。お前たちは意見の存在だけれどもね、働く時は働いてこいって、こんな馬鹿げた意見ね、ないと思いますね、私はね。そういうことを堂々と言ってるのは共産党。で、その、えー、共産党の、 力を借りないと自民党と戦えないということで、こうしたですね、恐るべき解釈をしてるわけですよ。天皇、日米同盟、自衛隊に関してですね、大方の日本国民から聞いたらですね、ぎょっとするような考え方を持っている生徒、いいんですよ。そういう考え方を持っている人たちがいたって、思想信条の自由はありますから。ただですね、そういう考え方を持っていない人たち、 が、立憲民主党の支持者なんでしょう自分たちが言うには。なのにもかかわらずですね、共産党の力を借りないと、選挙で勝てないんだ、ということで、無理やりにですね、意見は違ったっていいんだ、それでもとにかく助けてくれよ、と言って、で、共産党として、いいよ、いいよい、じゃあ俺たちの意見はそんなに言わないよ、と言って、ただ、連立政権入れてね、閣外からでいいよと、と。まあこういうこと、入れるとは言わないけど、外に行っているけど、 内閣には入らないけど、閣外で協力だよと。まあ、事実上のですね、連合政権だよ、みたいな感じでね、言ってるわけですよ。で、それやっていくとどうなるかって言ったらですね、徐々に徐々に赤い毒がですね、立憲の周りに回り始めるわけですね。で、もう共産党なしには生きられないという状態になってくるわけですよね。要するに、麻薬患者みたいなもんですよね。麻薬なしには生きられないというような状態になっちゃうと。私はあまり細かい麻薬のこと知らないけれども、そういう麻薬なしに生きられないような状態になってしまうと。 ということですね。まあだから覚醒剤みたいなもんですよね。だからその、今回は、その立憲民主党もあ、これは本当であるならば使っちゃいけないというのは分かってるけど、 あ覚醒剤ってど,どうやって打つんですかあれよくわかりませんけど。まあ打ったということで、わーっと覚醒しちゃってですね。で、それ選挙発動と思ったら、全然覚醒もできてないんだけれども、まあ、そこがおかしなところですけれどもね。でもそういうふうなあおかしな状態になってるよと。だから、安倍政権がここで言ってるのは間違いない。で、もう一つのポイントもあってるんですね。立憲民主党は、これはね、平和安全法制を廃止するというか、平和安全法制のですね、集団的自衛権とかの部分を廃止するって言ってるんですね。でそれ これはどういうことかっていうと、これは違憲だと言っている。まだ言ってるんですよ。個別的自衛権はいいけど、集団的自衛権はいけないというようなことを言ってるわけですね。で、これね、私、先日中曽根総理の本を読んでてですね、やっぱり、あなるほどなというふうに思ったのは、いや、馬鹿げてると、個別的自衛権と集団的自衛権を分けて考えようってこと自体がおかしいだろうと、日本を守るって言ったときにですね、 個別的自衛権だとか集団的自衛権だっていうことをね、わざわざ言ってか考えるんじゃなくて、どこの国だって、世界中どこの国だって、全てを使ってですね、自分の国を守るというふうにしてるのに、日本だけが集団的自衛権はあるけど使えないっていうのはおかしいというふうに言ってますよ。だから別にね、安倍総理がこれ集団的自衛権の問題変えたんだけど、えー、その、か、か、憲法解釈を変えたというふうに言われてるんだけれども、だけど安倍総理はですね、なんか突如ですね、あの、本当に都のご乱心みたいな形で、これを変えたのではなくて、むしろ、中曽根総理、 以来ですね、やらなくちゃいけない。これ誰かがどっかの内閣がやらなくちゃいけないよと言ってきた問題を、つまり長年の宿題をですね、ようやくやったということ。これが正しい解釈だと私は思いますよ。だから、安倍政権は歴代の内閣の方針を否定して違うと。歴代の内閣でもやらなくちゃいけないっていうことは自覚されてたんですよ。だってそうですよ。民主党の野田政権とか後辺政権、あの人たちだって、手段的自衛権認めた方がいいって言ってたんですよ、当時はね。 なのに、今度はですね、安倍総理がやるって言ったら、今度は大反対だというふうに言い始めて、憲法違反だとまで言い始めたわけですね。そして、未だにそれを引きずってですね、自分たちが政権を取ったら、私たちは共産党とは違うんだと言いながらもですね、集団的自衛権の部分は全部違憲だと言って廃止するって言ってるわけです。これじゃあ日米同盟持たないと。私も思います。で、日米同盟持たないというかですね、形の上だけで日米同盟は続いたとしてもですよ、それは機能しないんですよ、大事な時に。だって、 日本は、その負担をしますよと。だ日本が根底から覆されるような状況になってもね、今まで集団的自衛権に属することだということでできなかったのを、それはちょっとおかしいということで、やっぱり、あの、行きますと。集団的自衛権を行使限定的ではあっても容認しますと、いうことをした。それに対してですね、やっぱり政権代わって、できませんと。個別的自衛権以外のことは我々何もしないんですと。 アメリカ側にそこら辺で戦ってお亡くなりになる。どうぞどうぞと。それは結構ですよと。やってくださいと。そんなバカな話ありますか例えばミサイルがどこから飛んできたとしますよ。あミサイルが日本に落ちそうだなと。ういうふうに日本に来た時にですね。これで日本は迎撃でパトリオットかなんかでですね、落とすと。というこれは個別的自衛権になるわけでしょ。だからそれがどうもですね、ハワイとかですね、グアムとかの方飛んでいくと。いう時日本で撃ち落とすことができるのにですね。あ ここを日本に攻撃してないのに、これを撃ち落とすと、集団的条件になるな。あ、これはやっちゃいかんなと。あ、このミシイルどうしたらいいんだろうと。あ、ぼーっとした。あ。 ああ、過ぎてった、さよなら、と。言ってグアムの方に飛んでった。とんでもないでしょ。何やってんだ、日本はっていうふうな話になるじゃないですか、これは。誰がどう考えたってね。そういう愚かしい議論をですね、ずっと続けてるわけですよ。で、そんなことやり始めてですね、アメリカがですね、いざっていう時ですよ。例えば、じゃあ尖閣諸島の問題の時にですね、じゃあ日本のこと応援しようかというふうに思いますかね。普通の常識で考えてみたらいいと思うんですよ。あの、俺はお前助けるけど、 あ俺はお前に助けてもらうけど、俺はお前のこと助けないよと言ってる人とですね、仲良くする人っていうのはあまりいないと思うんですよね。そうやって考えてみたらね、常識っていうものはやっぱりね、政治の世界にも大事だと私は思います。ですから、まあ、この、なんていうのかな、日米同盟を機能させるためにはどうしたらいいかって言ったら、もちろん日米両国が仲良くあることっていうのは大事ですけれども、それと同時にですね、やっぱり日本はアメリカの保護国じゃないんだから、自分の国は自分で守るんだっていう気概を持つこと、 そしてですね、アメリカが困った時には日本だって助けるよということで、まあ憲法の範囲内で精一杯やるということ、これがなければですね、健全な意味でも日米同盟というのは持たないというふうに思います。同盟っていうのはですね、一度気づいてしまえば、ずっと保てるんだって考えるのは、これ浅葉でして、日々ね、更新していくようなもんなんですよ。つまり、これをね、持続するためにはお互いの関係っていうのを常に良くしなくちゃいけないということを意識して、 そこから続いていくものでありましてね。それを無視してですね、その紙だけでもうあるんだから関係ないだろうっていうのは、私はそうは問屋はおろさないというふうに思います。ですから私はこの安倍発言、全くおかしくないと思うんですけど、これにね、まあ、すごいですね。ツイッターでもね、いろんな批判があるんです。共産党の山添さん。安倍氏、平和安全法制によって日米は強い同盟になった。それを廃止してしまっては、助け合えない同盟になってしまう。日米同盟はその瞬間に終わりを迎えてしまうという発言に対して、 意見の集団的自衛権行使容認を未だに何とも思っていない様子。アメリカの言いなり政治こそ転換を。まあ、この山添拓さんという人は、ある意味で正直ですよね。この安倍総理がですね、日米同盟は廃止、自衛隊は憲法移管、これが共産党の基本的な政策だ。とここの部分に一切口をつぐんでるわけですね。 で、あの、日米同盟を強くしようという話に対して、アメリカの言いなり政治こそ転換をと言ってるわけですね。まあ、これおかしな話ですね。本当に、アメリカの言いなり政治っていうふうに言いますけれどもね。私はね、思うんですよ。確かにね、見てたらアメリカの言いなりになるように見えて、それを一部のね、民族派の人もですね、怒ってるわけですよ。アメリカの言いなりの日本じゃいけないと。いや、その議論は議論としてわかりますけれども、 じゃあ現実的にね、日本を守るために、じゃあどうするんだって言った時に、山添さんたちの共産党の言ってるですね、日米安保もない、自衛隊もないっていう状態で、どうやって日本を守るんですかどこから,から攻められたらどうするんですかって言ったらね、まあ昔、鳥越俊太郎さんっていう人にはね、どこの国が攻めてくるんですかって私、怒鳴られたことありましたけれどもね、でもまあ、あの、 攻めてくるとしたらですね、尖閣に関して言うならば中国と、ああいうふうに私申し上げましたけれども、それをミサイルで言うならば北朝鮮もありますよね。で、中国やロシアもですね、この総選挙の最中にですね、日本を腰淡た々んたんと狙っているという動きを見せています。で、そういった中においてですね、攻めてくる国がないっていうふうにね、断定して、で、それで攻めてくる国がないんなら、じゃあ自衛隊も日米安保も全部いらないっていうふうな話になりますね。だから、そういうデタラメなことを言っても始まらないんです。じゃあ、一体山添さんはですね、 アメリカの言いなり政治を転換っていうなら、どうするんですか日本がですね、アメリカと対抗できるだけの核武装でもしてですね、で、それで空母も作ってですね、で、もう軍事費をですね、もう自衛隊なんかじゃダメですよね、憲法改正をしてですね、自衛隊を軍隊にして、核兵器も持って空母も作ってですね、で、そのアメリカとも中国とも対峙できるだけのね、軍事大国になる道を進むんだ、ということであるならね、 私はそれはね、まあ一つの見識だというふうに思いますよ。ただ日本の経済状況から考えてですね、そんなことできますかというふうに思いますね。それから、核兵器持つって言ったって NPT とかの問題からですね、考えてみたときにどうやってそう、核不拡散のね、えー、体制から出るんですか。経済制裁をされても構わないと。何があっても構わないんだと言って北朝鮮みたいにですね、国際社会から孤立してでも日本は核武装すべきだと。 ここまで言うとしたなら、私はそれはそれで狂ってると思いますね。やっぱりね、現実的な政策じゃなければ意味ないですから。からそうやって考えてみるとですね、山添さんたちが言ってることってのはよくわかんない。要するに、アメリカの言いなり政治を転換っていうのはいいよ。言葉だけでそうやって言うのはいいけど、じゃあ、現実的に日本の安全保障をどうやって守っていくのかっていうことを教えていただきたいというふうに思います。実質的な何も言ってないんですよ、これ。で、 何も言わないままにですね、あの、アメリカの言いなり政治だと、日米同盟を結んでいるのがアメリカの言いなり政治だっていうレッテルを貼ってるだけなんですね。私は言いたい。彼らにレッテルを貼りたい逆に、無責任と、こういうふうに言いたいと思いますね。だっておかしいじゃないですか。現実的にどうやって日本を守るのかっていう方策なしにですよ、日米同盟をバカにしてみたり、自衛隊を憲法違反だと言ってみたり、罵ってみたりですね。いやこういったやり方っていうのはおかしいと思いますね。 それから映画評論家のですね、松山智弘さんですかね。立憲が政権に握れば日米同盟終わる安倍元首相。別に終わらないよ。そんなせこいお脅しかけてどうするのか。 今、私、ご説明申し上げてきた通りですね、集団的自衛権の限定的な行使容認というものを憲法違反であるというふうに言って、平和安全法制から削除するんだということをやったらですね、日米同盟は現実的にはですね、あの、今の良好な日米同盟は終わると私も思います。終わらないよというふうに言ってるのはですね、あの、おかしいし、そんなせこい脅しかけてどうするのか、せこい脅しじゃないと私は思いますね。これは、あの、危機だと思いますよ、こんなことをあの述べて 野党,第一党にいるっているとうこと自体がねそれから、森田隆二という小説家の方はですね、安倍元首相、立憲が政権に逃れば日米同盟を終わる。だから私たちは絶対に負けるわけにはいかない。というこの発言を引いて、また妄想激しいな。ウィンクした顔。枝野氏は公約で日米同盟を基軸とした現実的外交安保と明言してるし、共産は格外協力だから日米安保に全く関与しない。野党共闘に相当ビビってる証拠。と 言ってますけれども、私はこれ、なんかおかしいと思いますね。だって、その立憲がですね、もし、その、なんていうのかな、格外協力であるとしてもですね、共産党の議席数をですね、頼りにしながらね、政権を運営をしていくとするならばですね、で、これね、はっきり言って、あの、共産党の考え方を全く無視してね、あの、政権を、ね、維持することできないと思いますね。最初はね、それはね、あの、共産党は自分たちはですね、その主張は言えとは言わないと。ただですね、 次第にですね、こちらの立場も忖度してくださいというふうになってくくわけです。そうしないと我々ちょっと協力できないですよというふうにやり始めると政権崩壊の危機になってきますね。それでもやるのかっていうことになってみるとね、これはかなりリスクが高いと思った方がいいと思いますよ。つまり、日米安保をですね、全てこれだけやるとかで、やれとかですね、あの、今すぐやめるとまで言わないけれども、ここまで進めろとかですね、そういったことをどん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 ,どん言ってくる可能性ありますね。つまり、一気に自衛隊廃止とか、一気に日米止め廃止とか言わないけれども、 一歩ずつ、一歩ずつと。これは十分あるわけですよね。一歩ずつ、一歩ずつ進んでくると。で、その時にですね、一歩ずつ、あの、受け身にならざるを得ないわけですよ。連立政権を維持しようとしたらね。そうやって考えてみるとですね、安倍元総理が言ってることはですね、妄想激しいなと言ってるけど、自分たちがあまりにも楽観的に過ぎるんじゃないのかなっていうことは考えた方がよろしいというふうに私は思います。それから山崎正宏さんというですね、ジャーナリストの方ですね。 で、こんなことをおっしゃってますね。日本がウイグルのようになってもいいのかは、安倍晋平は好む口癖の一つだが、この安倍晋三氏のトンチンカンな盲言も同じ系統。今立憲民主党が政権を握っても、日本は共産主義国にならないし、日米安保や日米同盟は破棄されないし、天皇制も廃止されない、いうことが子供。 どこが言うことが子供なのか全然よくわかりませんね。なんか随分なんか、あの、山崎さんのお子さんなのか、山崎さんのご親族なのかご、ご近所に住んでらっしゃるお子さんなのか知りませんけれども、すごいですね、お子さんでですね、今立憲民主党がですね、政権を握ったら、日本は共産主義国になるぞとかですね、日米安保や日米同盟が破棄されるぞとか、天皇制も廃止されるぞとかなんか言うことを言ってる。まあ天皇制なんて言葉自体はね、あ,あまりよろしくない。共産党用語だということを何回も言ってますけど、でそんなことをですね、言う子供がね、いたらね、それは それでね、なかなかすごい子供だと思いますよね。言うことが子供とかっていうのはね、こういうのはね、ダメなものはダメとかですね、こういうのが、ね、言うことが子供っていうわけですよね。な,なんでですかわかりは、わかりませんけれども、日本がウイグル料になってもいいのかっていうのは、え安倍審判は好む口癖の一つだがって言いますけど、いいと思ってる人なんかいるわけないでしょ。 日本はですね、そのジェノサイド行為のね、被害者になるということですよ。で、そんなこといいと思ってる人、じゃあこの人いいと思ってるのかっていうふうな話になってきますけどね。私は全然訳がわからないと思いますね。それから、何度も繰り返しますけれども、立憲民主党が政権を取ったらですね、共産主義国家に一気にはなりませんよ。ただし、日米安保や日米同盟は、破棄 直接、一気に破棄にまで行かないにしてもですね、危機的な状況に陥るでしょうし、自衛隊の士気は非常に下がるということ、ここまでも間違いないというふうに思います。天皇陛下の問題についてはですね、彼らがどのように進めてくるのかといったら、私はですね、皇室に新しい人権をとかですね、そういった大位の自由とかですね、それからですね、あの即位の自由とかですね、そういったどん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 新しい自由概念を入れようというふうにしてくるというふうに思いますね。やっぱり危険なことは間違いないというふうに思います。さらに次はですね、これちょっと ちょっと前ですけど、自民党の甘利幹事長がですね、選挙の争点について、立憲民主党が政権交代を実現した場合は、共産党からの限定的な格外協力で合意してくれることを踏まえ、我々の自由民主主義の思想で運営される政権と、共産主義が初めて入ってくる政権と、どちらを選ぶのかという政権選択だと述べた。甘利氏は、立憲民主党が共産党との候補者の一本化を進めていることに関し、勝った方は首相を取る。 立憲民主が中心の政権には、日本史上初めて共産主義の主張が入ってくると警戒感をにじませた。正しい。この認識は、あまりさんだけど、あまりに正しいというふうに思いますね。で、これに対してですね、立憲民主党はですね、ツイッターでこうやって言ってます。自由民主主義か共産主義が入ってくる政権か、違います。私たちは共産党とは連立を組むのではなく、限定的な格外からの協力です。そもそも今の自民党は自由民主主義なんでしょうかはい、自由民主主義です。 私たちは自衛隊は合憲という立場であり、日米同盟を基軸とした現実的な外交を進めます。よろしいですか私たちは自衛隊は合憲という立場であり、日米同盟を基軸とした現実的な外交を進めます。なら共産党と組むなっていうだけの話なんですよ。水と油のほど違うですね、政党とですね、選挙の協力のためだけにですよ。自分たちの議席を守るためだけにですよ。 全く政策が違う奴らと手を組んでですね。で、戦うときは、いや、一緒だよと言いながらですね、他からですね、お前たちそれは危ないじゃないかって、とうわあ、こいつ、こいつ、全然違うから、全然違う人ですと言うう言。卑怯だよ。卑怯だし、汚いよ。本当に卑怯で汚い。もう本当に最低だというふうに思いますね。あの、こんなね、ずるいね、政党にですね、騙されちゃいけないですよね。で、癒しいね。うん。本当と、いやしいですよね。あの、やってることがね。もうなんかもう、 だから、だから意層にまで出てきますよ、こういうのはね。やっぱ良くないと私は思いますね。これが私はですね、この立憲民主党。だから、安倍総理が言ってることを、これバンバン言っていただきたいと思いますね。本当に、これ、これが本当に選挙の最大のですね、私はあの争点だと思いますよ。共産党とね、 あの、自分たちの基本的な政策は違うんだと言いながら選挙協力するこういう癒しい立憲民主党とですね、が、もし政権を取るようなことになったらどんなことになるのかということをね、やっぱもっと考えた方がいい。その意味においてはね、私は野党ではね、あの、国民民主党の玉木さんの方はまだ信用できると思いますよ。共産党とは一緒にやらない。ただ、時々大きいフラフラ、フラフラするでしょ。これは良くないと私は思います。えー、続いてですね、これです。福島の処理水。 これに関してですね、えー、今日の朝日新聞の社説、衆院選、福島の復興、向き合い方が試金石と入れあれます。原発事故にあった福島にとって、この10年余の重さを言葉にするのは容易ではないだろう。ここまでは私もその通りだと思います。次ですね、今も原発で生まれ続ける汚染水は大半の放射性物質を取り除いた処理水として、2023年から海に流すことが決まった。 このままではタンクが満杯になると東京電力ホールディングスは説明するが新たな風評被害の心配は残ると言ってるんですね。ここまで、今日はここまでにしたいと思うんですけれどもね。 これについてはですね、いろんなご意見あることを私は知ってますけれども、これはね、私は、あの、環境大臣を務めていた、あの、細野豪志さんがですね、おっしゃってる処理水っていうのはね、これ危険がないんだと。まあ、彼が力説してて、私もそれを読んでですね、なるほどというふうに納得しましたけれども、あの、他のね、中国や韓国よりもですね、徹底した厳しい基準を設けて、その、汚染水を垂れ流してるってい言い方するけど、それ全く間違いで、汚染水を処理して、処理水にして、これを放出してて、で、それは別に日本だけがやってることじゃないと。 中国や韓国もですね、やってる。しかも日本より緩い基準でやってるのに、日本の福島にだけはですね、これは危険だとかなんか危ないだとか汚いだとかって言ってる。これはね、福島に対するですね、差別発言なんだと。いうふうなことをね、繰り返しね、あの、述べておられるけれども、いろんなね、ご意見あると思います。細野剛志さんについてはね。私もね、集団的自衛権の講師4人。 私は、もう、安倍政権の、あの時一番支持してましたね。あの、私は安倍政権の中で一番支持してるのは、あの時の安倍政権の支持してるのは集団的自衛権を行使用にしたことなんですよ。 反対点もいろいろありますけど、ここが一番賛成してる点なんですね。で、その問題について、シールズという人たちと一緒になってですね、国会の前で、安保反対みたいなね、ことを言った、集団的自衛権反対みたいなね、演説をしたことあるんですよね。私はそれに対してね、猛烈に批判したんですよ。で、このおかしなこと言ってるんじゃないということをですね、徹底的に批判しました。で、またね、彼がそれを終わった後にもね、何だったかな。 ああ、埼玉のね、大野知事がなんか受かった時にもですね、大野さんはでも応援してるのがなんかどうのこうのとそのなんか、集団的自衛権はどうのとか書いてたから、あなただちそれ反対しつつじゃないかというふうに言ってね、そこでもね、大論争したんですね。そのなんかいろいろ言ってました。で、ただですね、それはまあ、自分の中で自分の人生の中で一番間違ったのは、その集団的自衛権の時にあれやってしまった、共産党と一緒になってやってしまったことだと言ってですね、まあ、今回ですね、無所属で戦うということをやってますから、私はまあ、これはあの、ま、彼自身 で、まあ、それ、それについてはですね、まあ、そうかというふうに思ってるんですけど、とりわけですね、この処理水の問題に関して言うならば、日本の政治家の中で一番力を入れて取り組んでる、福島の問題についてですね、一番責任感を持って発言されてるのは、まあ、細野さんのが、その代表的な一人だろうというふうに思いますね。だから、やっぱ、ここはね、やっぱり本当に頑張ってほしいと思います。で、細野さんは、その汚染水と、 処理水っていうのは全く違って、で、処理されてるというものは、それは中国や韓国からですね、不当なこと言われてもですね、一切ね、話し合いにね、大ずるね、というか、相手のね、理解を求めようということがね、それ自体がですね、もう無理だと、つまり、これ違うと、もうつまり言いがかり言ってるんだと、ああいうようなことをね、かなり強い調子でね、主張されてますから、ここの点について私は信用をね、全くもってできるというふうに思ってます。で、それに対してですね、じゃあ、田野さんは何言ってるかと。 言ったらですね、えー、こんなことを枝野さんはおっしゃってました。えー、これ昨日の新聞ですけどね。処理水放出、政権取れば一旦ストップ。立憲枝野代表。今の政府はあの大変な原発事故がなかったかのように原発を動かす。原発を作る。本当にいいのか 汚染水や処理水の話はどこかで何とかしなきゃならない。とりあえずはあそこにタンクを作っておくしかないねと決めた時の官房長官は私だ。だけど地域の皆さんにろくな説明をしないで一方的に上から放出する。こういうやり方じゃダメなんじゃないか。 地域の皆さんの声を聞いて丁寧に説明して一定の理解を得られた時に初めて可能なことだ。そのプロセスを全部省略して結論だけ押し付けるような今のやり方を私は絶対に許せない。政権を託していただければ必ずこれを一旦ストップさせてもう一回一から地域の皆さん、水産業の皆さんに現状について説明してどうしましょうかというプロセスを踏んでいきたいっていうんですね。まるでですね、自民党が何もそういうことやってないみたいな言い方をするんですよね。 だけどえ、とりあえず、あそこにタンクを作っておくしかないねと決めた時の官房長官、あなたなんでしょだとするならばね、あなたはどうした方がいいと思ってるのか言ってくださいよ。放出していけないんですか処理水として放出するっていうことがもういけないっていうことなんですかね。えで もし、方向性示すべきでしょ私はこういう風にしたいと思ってるけど、皆さんどう思うんですかっていうことを聞くんならいいけど、この言い方だと無責任ですよ。一人でも反対の人がいたらね、じゃあもうずっとできないのかってことになります。政治っていうのはですね、本当にね、難しいんです。なんで難しいかって言ったら、あの、説得をしてですね、全員が納得してくれるっていうことが理想形かもしれないけど、そんなことありえないんです。なぜかと言ったらですね、決断しなくちゃいけないっていうのはどうしてかっていうと、その、説得に、あの、時間がかかるのと同時にですね、 タイムリミットっていうのも来るわけですよで。ここまでにやらなくちゃいけないっていうタイムリミットが来ると。タイムリミットが来るのと同時にですね、説得をやる。で、じゃあもうタイムリミットなんか無視してね、じゃあずっと話し合ってればいいんだ。これ野党なら言えるよ。自分たち的にないんだから。だけれどもですね。 国一国と迫ってくる決断の時間についてですね。で、それについてこれとやらなくちゃいけないというふうにやるのか。もちろん説得ってことを無視しろなんてこと言ってないですよ。だけれどもですね、その、この言ってるね、言い方が私は、あ枝野さんの言い方は、やはりですね、本当に無責任なものにしか思えないというふうに思います。で、だから、あの、細野豪志さんとですね、枝野さんっていうのをね、二人、あの、比較されてみたら私はいいと思いますね。どちらがまともな政治家だったのかということをですね、現実において責任を取ろうとしてるのはどっちなのか。 ということです。で、野党の立場っていうのはね、ある意味で楽なんですよ。なんでかって言ったら、文句だけ言ってればいいし、責任取らなくていいから、決断しなくていいわけですよ。で、そういう政党があったわけです。社会党ですよ。社会党っていうのは自分たちは責任取らなくていいから、もう言いたい方で、好きやがってのことをバン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 言ってたわけですよ。ああ、自衛隊はいけんだ、と、日米同盟は、あこれもいけんだ、全部ダメだ、と、自民党なんかはぶつぶせと、まあ、いろんなこと言ってたわけですよね。だけど、じゃあ現実にそれできるって思ってたかってさ、思ってないんですよ、自分たちだって。 自分で言ってること自分で信じてないっていう人たちなんですよね。だから、これだってそうですよ。じゃあ時間が無限にあるんならね、それは別にいいですよ。いつまでも話し合っててもいいですよ。ただですね、やっぱり政治っていうのは今ここでやらなくちゃいけないことなんですよね。 だから、今ここでできることをね、先送りにするっていうのは、これダメなんですよ、政治の世界においてはね。だから、そうやって考えてみるとね、私はこういうデタラメなことをやり続けてる野党がですね、現実的な与党になるっていう可能性は、もうほぼないと、こういうふうに思います。ほぼっていうか、ないですね。まあ、全員総入れ替えですよ、こんなの。はっきり申し上げてね。だからもう、枝野さんもね、もう顔見飽きた。 もう、多分思ってる人多いでしょう。まだ出てくるの福山さんまだいたのと。枝野さんまだいたので、あと誰だ辻本さん。もう、全部みんなね、昔見たことある人ばっかりで他にいないんですかっていうふうに思いますね。それに比べると自民党はね、やっぱり、安倍総理頑張ってた。で、麻生さんも頑張ってた。で、それが次になったっったら、今度はですね、まあ、岸田さんになったんだけど、新しくスーッと高市さんが出てきたりですね。昔から出てるのは野田聖子さんぐらいですよね。ということでね、いろんな出てくると。 いうことでね、あんかね、この野党がね、停滞してるのはね、まあこれは本当にね、申し訳ないけれども、野党自身の責任だと思いますね。で、私は決して与党自民党が全て正しいというつもりはないけれども、だけれども、こんな状態の野党にね、政権を任せるってのはね、暴国の選択だというふうに思いますからね。やっぱりこれを任せるわけいかないというふうに強く思います。さて、イソップグを青みたいと思います。小ヤギと笛を吹く狼、97番です。小ヤギが群れから、あ、遅れ。 狼に追いかけられたがえ、振り向いて狼に言うには、狼さん、あなたの餌食にされることは納得しています。ただ、のたれ死には嫌だから、踊って死ねるように笛を吹いてくださいな。で、えー、狼がピーヒャラピーヒャラとですね、笛を吹き、小ヤギが踊っていると、犬たちが聞きつけて狼を追い立てた。狼は振り向いて小ヤギに言うには、俺もいいざまだ。肉をさばくのが専門なのに、笛吹きの真似なんぞすべきではなかった。このように、 時とところをわきまえずことをなすものは手の中のものさえ損なうのだ。これはいいですね、本当に。やらなくちゃいけないことをやらずにですね、全く別のことをやっていると。 それは本来自分が得られるものも得られなくなるよということなんでしょうね。これって本当に確かにあるかもしれない。まあ、スケベ根性と言いますかね。やっぱりこう、こっちもできるかな、あっちもできるかなというふうなことをやり続けても、やっぱり結局本来自分が取れるはずだった果実も手にすることができないということではなかろうかなというふうに思います。だからやっぱりきちんとやるべきことっていうのはやっとかないといけないなというふうに思いますね。だからこれ野党の人たちにまあまさに言えるんじゃないですかね。本来であるならば、自分たちであるならばこういうものを示す というですね、政権交代するなら、こういうことをやりますよという建設的なね、提案をしていくっていうことが大事なのにですね、これもやれないか、あれもやれないかって言ってですね、まあ、これとは逆、例は逆になるけれども、ピーヒャラピーヒャラ共産党と一緒に踊り始めたらですね、逆にね、なんか踊ってるうちに真っ赤っ赤になってですね、本来ですね、野党に期待している人たちからもですね、あこの赤は掘っておこうと言って見捨てられてると、まあ、こういう状態になる。本来やるべきことをやっておくべきことだと。 いいう,うに思います今後もですね、この番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を継続していくに際して、ご支援を賜られる方は、下記の振込講座よりご支援賜りますか、あるいはですね、メンバーシップになるというところからですね、メンバーシップとしてサポーター、マスター、グランドマスターとしてサポートしていただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。